神戸電鉄2000系電車は、神戸電鉄が1991年に導入した通勤系電車。本記事では、編成単位で表記する必要がある場合は、有馬、三田、青方の先頭車の車番を代表し、2001、編成のように表記する。1991年10月の公園都市線開業に際し、新鮮のイメージにふさわしい斬新なデザインを採用。 かつ可能な限り最新の技術を用いたワンマン車両を投入することとした。このコンセプトに基づき3000系以来のフルモデルチェンジ車として1991年に登場したのが2000系である。1991年に公園都市専用のワンマン運転用として3両、編成3本を導入。1992年から1993年に かけては800系の代替新造車として4両、編成2本が増備されており、計17両が製造された。4両編成は、中間電動車の2100型が連結されるが、車両番号は編成内の2200型と番号を揃えており、2101から2103は、欠番となっている。1994年に登場した5000系は、この車両をベースに、 VVVF 制御、全電動車編成としたものである。車体は3000系と同様のアルミ合金製で、車体長さは、先頭車で 250mm、中間車で 100mm 長くなっている。前面は、悲観通で、大型曲面ガラスにマイ窓の構成とし、床下にはスカートを設置した。窓上部に種別、行き先表示幕と運行標識等を設置、全消灯と、 後部標識灯を創価に、角型のデザインに一体化して配置した。塗装は、アルミ車体ながら、ジーロー、オパールホワイトで塗装し、窓上部と下部にブライトレッドの帯を配した。車内は内装を、木目デコラ、床材を、レンガ色のロンリウムバリとした。天井には2列の蛍光灯の間に、冷房吹き出口を設け、中央部に、ラインデリアの製風板と、 車内スピーカーをまとめた直線的なデザインとなった。側窓は3000系同様の一段加工窓であるが、日よけは上昇式のアルミヨロイドに変更されている。先頭車の連結部寄りには車椅子スペースが設置された。制御方式は抵抗制御で、走行性能は1100系と同等である。電動機は中間に T 車を挟んだ 2M1T 編成のため同系列の メガバイトマイナス -3088B、制御装置は ABF-144 から15、MDHB 電動化無軸式自動総括制御を採用、1C4M 方式で4個の主電動機を永久直列接続として、抵抗14段、回、G7 段で制御する。平行カルダン駆動方式を採用し、歯車比は99,16である。台車は、 軸量式ダイレクトマウント空気バネ台車キロワットマイナス200とキロワットマイナス220を採用した。パンタグラフは下枠交差型パンタグラフの PT-4808BM を採用2000系機数車、偶数車の連結面により屋根状に搭載している。ブレーキは新鉄発の電空併用電気指令式ブレーキを採用した。 HSC 車との非常時の連結に備え、両車で非常ブレーキが動作可能な電空読み替え装置を設置したほか、3000系同様非常電線を自動化している。なお、3000系で採用された低速度そもそも速制御装置は設置していない。保安ブレーキも合わせて装備する。補助電源装置は4連化に対応するため、4連分の給電能力を有する100クバの SIV。 NCFAT100 バイトと16クバのバックアップインバータ NCFAT16A の2種類の静止系インバータを採用 T 社の2200型に搭載電動空気圧縮機は C-1000 で CP の多重計を測って2000系奇数社、偶数社と2100型に搭載する冷房装置は集約分散式の CU-772 系で 各社に2機を搭載する。2000系制御電動車と2200系中間、付随車からなる 2M1T の3両編成と、これに2100系中間電動車を加えた、3M1T の4両編成があり、ありま方から、前者は CMTMC、後者は CMMTMC の順に編成される。電動車には制御装置と CP が、付随車には静止系インバータ 蓄電池が搭載されている。パンタグラフは、制御電動車の連結面より車端部に付けられている。2009-2105-22005-2013両編成は、公園都市線を含む全線で、4両編成は、ありません三田線、青線で、主に運用されている。4両編成は建造当初、ワンマン運転の公園都市線以外で使用するため、 ワンマン設備は準備工事に止められていた。後に、新鉄前線のワンマン化に伴い、ワンマン対応改造を実施している。2020年4月1日現在。ありがとうございます。